さまざまなモノやサービスがつながる IoT インターネットオブシングス。それは私たちの社会をより快適に便利なものにしてくれます。しかしその一方で、ソフトウェアの不具合によって自動改札機が故障、662駅約260万人に影響、自動車が遠隔操作される可能性が発表され140万台がリコール、すでにこんな事件が起こっています。つながる世界では想定外のリスクが発生する恐れがあります。それは時に身体や生命、財産に重大な危険を及ぼす可能性もあります。あなたは、あなたの会社はそのリスクに備えていると言えますか？私たち IPA はつながる世界をより安全安心にするために、ご覧のような17の指針を作成しました。これらの指針を活用できるいくつかのシーンをご紹介しましょう。スマホからのエアコン操作、それが命の危機になるなんて。今までつながらなかったものがつながることによって、思いもよらない事故が発生する可能性があります。そのため、つながることによるリスクを想定する必要があります。急にテレビが故障？え？うちだけじゃない？今やテレビもネットワークにつながっています。システムに不具合が発生すると、その影響は大規模に波及します。そうならないためには、設計の見える化を行い、技術者間で情報を共有し、設計の整合性を取ることが有効です。また機器やシステムの安全安心を実現する設計の検証と評価を行うことも大切です。ポスがウイルスに感染、7000万人の顧客情報が漏洩、実際に起こった事例です。長い期間安全安心を維持するためには、自動的にアップデートする機能を持たせるように設計することや、出火した後も脆弱性、事故などの最新情報を常に収集分析すること、異常が起きた場合でも他の機器との通信状態を記録し、ログとして保管できるようにすることで、安全安心な運用につながります。その防犯カメラ、設置した時のまま世界中で見られているかも。つながる世界では、ログイン用のパスワードが出火した時のままだった、導入当初のままアップデートされていなかったなどの問題が脅威の増大の要因となります。そのため、つながることによるリスクを利用者に周知するとともに、安全な運用に協力してもらう必要があります。さまざまな機器やサービスがつながることで、私たちの生活はさらに快適に便利になろうとしています。しかし一方で、つながるからこそのリスクは増大しています。この17の指針は、リスクに対応した
機器やシステムの開発に役立ちます。設計・保守に携わる方はもちろん、企業の経営者も安全・安心に向けた方針を示すための参考にしてください。つながる世界の安全・安心を守り、 IoT 時代がもたらす快適で豊かな社会を実現するために。